はい、問6に入ります。問5に引き続き範囲が一定でグラフの方が動く問題です。今度X の係数がこういう形なのでね、先ほどより多少複雑になるでしょう。まあでもね、それはねそういう問題だと思ってね。とにかくね、最大最小だから、最大最小って言葉があるので、1手目は迷わず平方完成、もう平方完成してから次のことは考えましょう。こうなったね。まあ、X 乗の係数がないので、次の手ですが、次、もう同じ、やることは本当同じ、考えることはね、X の項の係数の半分、いい？この 2A-1 の半分ってことは、2の方を2で割ってね、A-1 でいいよね。括弧のままがいいので、大括弧で、X プラス A-1、括弧閉じの2乗。これを一つの文字みたいにして考えてください。展開するとき、確かに、まあ、M だとしたらね、2MX ができます。で、ただし、この事象が余分に出てくるので、同じものを引いておきます。で、これでね、終わりでは、頂点この形でもいいのですが、やっぱ開いておいた方がいいと思うので、開いておきましょう。X プラス、回答によっては開かないで、このまま扱っているものもありますね。A 事象マイナス 2A プラス1。マイナス a 事乗プラス 2a-1。 これでこのグラフの頂点はマイナスが入るんでね、どうしよう、マイナス括弧 a-1、 これでいいかな、とマイナス a 事乗プラス 2a-1 と分かりました。軸が重要なので、軸 x イコールマイナス括弧 a-1。まあ、これ、括弧を開くタイミングは、もう少し待ってからでいいでしょう。楽になるかもしれないんでね。で、これで場合分けしてきますが、もうこの場合はね、もうかなり複雑なんで、最大値は最大値、最小値は最小値でやっていった方がいいです。最大値から考えましょう。で、最大値の場合、これ今回ね、範囲がね、やっぱそうなってるよね。マイナス1から、それほどいっぺんに難しくすると大変だから、この範囲、いいかな。軸がこの0よりも小さければ、あ、いい。この範囲が頂戴では0だよね。軸がこの0よりも小さければ、まあ、こんな形なので、マイナス1の時じゃなくて、1の時に最大値。で、0よりもこっちが大きければ、まあ、ここでも同じなんですが、こんな感じでね。同じく1の時ではなくてマイナス1の時、反対で1の時ではなくてマイナス1の時に最大値を取るってことになります。あと、これはそれほど重要ではありませんが、これね、x が0の時、これ消え、これ消えで0だよね。原点を通るってことがもう分かりますので、それをグラフを書く時の参考にしてもいいと思います。じゃとりあえずもう最大値は最大値、最小値は最小値でいくって方針でいきましょう。最大値からいきます。大きく四角に1にして、最大値について。最大値の場合、この範囲の中心が0ってことが重要なので、それは書いておきましょう。範囲の中心は、x イコール0。これで説明になります。で、まず軸が小さい方から考えるのが、普通なので、こっちの0より小さいことを考えましょう。1として、この形使おうかな。軸 X。まあ、少しでも自分で分かりやすいようにね。軸 X は、マイナス A-1。これが0より小さいとき、小なり0。すなわち、これもね、こっちの、後ろのこっちだけ解いていく。まず両辺にマイナス1をかけて、マイナス1をかけるから、これ、括弧が外れて、a-1 で、これ変わるよ。マイナスかけたからね、0。で、0にマイナス1かけても、全然問題ないから、より、a 大なり1の時。これ大事な情報だから、丸とか囲んでおきましょう。で、0の時どうなるかっていうと、やっぱグラフは書いた方がいいよ。こうあって、このマイナス1から1の範囲を考えて、こっち、これ気にしなくていい。
軸自体がこの時だから、こんな感じだよね。いい？この時、x イコール1で y は最大となり、そう、他の問題みたいにさ、x イコール1の時の y の値とかさ、そういうの先に出しておいてもいいんだけど、最初そこまで頭使うと分かんなくなっちゃうかなと思って後回しにしました。まあ先に出しときたかったら出していいです。で、x イコール、あ、この図でグラフより、いや、グラフよりでいいや、グラフより入れて、グラフより、こういう形だからね、マイナス1の時じゃなくて、1の時に最大値になる。でも、もちろんこれら辺じゃなくて、もっとこっち側に軸があって、こういう形だったとしても、同じく1の時に最大値なんで、この2つの、最大値のまま2つの、2パターンの場合だけでいいです。最大となり、で、計算しましょう。y イコール、こっち見えるかな。見やすい方でね。この前に x に1を入れるんで、1プラス、そのまで2括弧 a マイナス1。まあ、慎重に計算を進めて大丈夫です。で、2a マイナス1となりました。より、最大値、2a マイナス1。まあ、後でまとめるつもりで、大事なところをこう丸しとけばいいですね。で、次、軸が、今、軸がこっち側にある場合は最大値1でした。で、軸がこっち側にある場合を考えます。で、2番として、この1に対して2。この軸軸 x にしようか。軸 x イコールマイナス括弧 a マイナス1。で、さっきイコールいなかったが、今度イコール言いましょう。第何0。すなわちで、こっちの後半の計算進めるよ。で、ここが反対になるから注意ね。小なりイコール1の時。で、さっきはこれ1より大きいだから、これでちゃんとつながってるから大丈夫ですね。で、もうね、こっちは見ないで軸自体のことを考えたから、今度は軸が0より大きい時を考えてます。この辺か、この辺にしとくか。まあ、原点通るってこと、情報もあるんでね。こうして、で、この範囲なので、今度は1の時じゃなくて、x がマイナス1の時に最大ということが分かります。グラフよりでいい。グラフより、x イコールマイナス1で y は最大となり、まあ、改めて計算しましょう。y イコール、どれが見やすいだろう。これ持ってきたら見やすいかな。この式の x にマイナス1を入れるからね。マイナス1、まず事情だから1はそのまま1。で、ここはマイナス1なんで、マイナスが前に出て、マイナス括弧 2a マイナス1。これ見にくいか。こっちでやればよかったか。この x に1、マイナス1を入れてたんで、まず事情だから1。で、こっちはこうマイナスここに出して、これでいいですね。で、計算進めて、1マイナス 2a プラス2。これでマイナス 2a プラス3となりました。より最大値マイナス 2a プラス3、まあ後でまとめますけど、最大値はこれで終わりです。で、次最小値になります。で、最小値は終わって、今度は最小値、今度これ下に凸だから、こう頂点の時の可能性もあるんで、3つのパターンに場合分けです。終わっていいかな。この辺にあったと、頂点があったとしたら、マイナス1の時に最小値。で、マイナス1と1の間に頂点があったとしたら、こっち側でもね、こっち側でもね、こんなもんにしとくか。この頂点の時に最小値。頂点の座標ちょっとここで、頂点の前ね、これちょっと複雑だからここに入れないけどね。あ、いいか、かっこマイナス A マイナス1。で、頂点がこの1より大きい範囲にあったとしたら、この辺にしましょう。こんな感じになるかな。あ、これ、点々ね。同じく1の時じゃなくて、マイナス1の時に最大値、違う、ごめんな、ね、い。マイナス1の時じゃなくて、1の時に最小値ということになります。あ、これ、別にというか、また改めて、一つずつグラフを書いていくから、大丈夫だよ。で、最小値について考え始めましょう。2で、最小値について。まず軸がこれでいいね。まあ軸って書くのはあれだからな、1にしよう。
真ん中のやつがあるんでね、ちょっとねごまかしてね、このもう軸がこれっていうのはもう散々言ってるからいいってことにしよう。この軸マイナス A マイナスが小なり、小なり、0じゃないよ、さっきはプラスの、最大値の場合だから0で組んだけど、今度はこのマイナス1より、マイナス1より小さい範囲とマイナス1から1の間の範囲と、1より大きい範囲で考えるから、これがマイナス1より小さい範囲の時、マイナス1すなわちで、すなわち便利だね、すなわち、まず両辺にマイナス1かけて、あ、括弧外れて A マイナス1、これ注意ね、1 A 大なり2の時で、この A 大なり2というのはもういらない情報だからね、紛れ合わせないね、軸自体が、この軸自体がマイナス1より小さい範囲ということです。ですので、もうちょっと使おう、なんかね短い鉛筆嫌いなんだよ。で、軸がやっぱ短すぎる、マイナス1より小さい、これ軸だからね、範囲なんで、まあ、この辺にあるとして、こういう形になるから、でこの最小値だからこれだね、マイナス1の時に最小値取るってことが分かります、グラフより x イコールマイナス1で最小値で、これはねもう x イコールマイナス1の時の x イコールマイナス1の時の値はもうさっきこの2の方で確認してるからね、そのまま最小値、さっき最大値だけど最小値だからね、それだけ気をつけてね、最小値マイナス 2a プラス3とできます。で続いて2として、2として今度は軸がこのマイナス1と1の間にあるとき、ここちょっと大変だからね、マイナス1で軸は何だっけ、マイナス括弧 a マイナス1で1で、さっきこの形でマイナス1の方の連結のところでイコール入ってなかったら、今度ここにはイコール入れましょう。あ、で、ついでこっちにも入れちゃうか。この、ね、そうそう、頂点の座標が最小値になるというのは特殊だからね、こっちに入れて、3番の方にイコール入れなきゃいいよ。まあ、そこら辺好き好きだからね。で、まず両辺にマイナス1をかけるとこから始めましょう。マイナス1かけるから、これ、符号ひっくり返るけど、なんか嫌じゃん、大なり出てきちゃうと。だからね、ひっくり返しながら頭の中でマイナス1かけていきましょう。で、1はマイナス1になって、で、これが、こっちに来たよ。反対になって。で、これが、括弧外れ A マイナス1で、で、これが、こっち側に来る1。まあ、もちろん、マイナス1が1より、マイナス1の方が1より小さいから、これで大丈夫ってわかりますよね。で、マイナス1を両辺、あ、これは行こうとかね、辺辺に1を足していくって考えればいいです。0小なり、A、あ、すなわちここにいる。すなわち、より、2の時。まあ、さっき2より大きい時を考えたから0から2につながってるからいいですね。で、3で必ず0より小さい時っていうのは出てきます。で、グラフ書いた方が考えるのも早いし説明も早いんでグラフ書きましょう。マイナス1でこの範囲で考えて、軸の座標がこれじゃないからね、こっちからね、軸の座標がマイナス1と1の間なので、まあ、こっちでもいいしこっちでもいいし、どこら辺、ここら辺にしとくか、こうしましょう。最小値はここってことね。いい、この軸の頂点のこの y 座標が最小値ということになります。グラフより、x イコール括弧、a マイナス1で最小値。で、これもね、計算することはなくて、一番最初の平方完成で、この形だよね。で、x がこれと符号の反対のマイナス括弧 a マイナス1だったらこれが消えて、頂点のこの y 座標が残ってるんで。まあもちろん頂点の y 座標はそのまま最小値、この形だとなるっていうのは当然のことです。マイナス a 次乗プラス 2a マイナス1。こうできました。で、最後に、3番として、この軸が最小値について、こっちか、軸がマイナス1より小さい範囲、マイナス1から1の範囲で、最後に、この1より大きい範囲
軸がこの1より大きい範囲になっていることを考えます。軸は x イコールマイナス a マイナス1でした。これが大なり1、すなわちさっき分かりやすいように真ん中のところにみんなイコール入れたからね、ここ、イコールなしでいいね、両辺にマイナス1をかけて a マイナス1大なりマイナス1より、大なり0の時、まあ予想通りっていうか、そうなな、つなが、これとこれとつながんなきゃおかしいからね。の時、マイナス1と1。こっち見ないよ。こっち見ないで、こっちね。軸がこっちより大きい時ってことです。で、こういう形になるので、最小値は x が1の時ということがわかります。より、グラフより、x イコール1で最小値で x イコール1の値ももうすでに計算しているのでそれを使えばいいです。1番ですよね。 x イコール1の時これはね最大値 2a 今度最小値だけね 2a-1 でかなりごちゃごちゃしたので最後にまとめるべきです。以上より、次の紙行こう。書ききれるかな。いや、大きく書きたいもんね。以上より、最大値は、最大値は、いろいろ飛んじゃってるけど、こっちだね。ここのところ。この場合だけで、さっき丸にしたところ、拾っていけばいいよ。A 大なり1の時、2a-1。ごめんね。で、それ、x イコール1だったから、これ、x イコール1の時ぐらい入れとこう。で、小なりイコール1の時。まあ、回答とかね、こっちにイコールつけることがね、好きなんでね、この大なりの方につけるのが好きだから、こっちにイコールついて、こっちについてないやつもあると思いますが、全然気にすることこじゃないんで。で、これのことだね、最大値は、-2a+3。で、括弧して、これは、x がマイナス1の時、x イコールマイナス1の時で最小値は、最小値はここからだね、こいつからうまくいかないな。まあ自分で書いた逆紙見な。 a 大大2の時マイナス 2a+3、 これは x イコールマイナス1の時で、次ののが、これ、こいつだね。0から2のとき、0以上2以下のとき、0、小なりイコール、小なりイコール2のとき、マイナス a 乗プラス 2a-1。これは、x イコールマイナス括弧 a-1 のとき。まあ、括弧の中で括弧だけでね、別に全然構わないんでね。で、最後に、こいつ、a 大なり0のとき。a 大なり0の時 2a-1 でね、 2a-1 で、これは括弧 x イコール1の時と、以上で答えになります。あ、そうか、答えどちらこういう形ね。あ、まあ大変だけど本当にこんなもん、20分とか30分かかるもん。そうそう、最初の覚悟でこの問題出てきて、これはい、これがさ、具体的な値だったらさ、5分ぐらいできるじゃん。そのテンションで臨むから難しいと思っちゃうんだ。最初から30分ぐらいかかる問題だなと思ってやれば、それなりの問題です。今回の解説動画は以上です。